部屋に一人だと静かだな。ん？はーい、どうぞ。失礼いたします。レイ、珍しいお客さんだね。どうしたの？エソラさんに会いに来たんですけど、いらっしゃらないみたいですね。エソラはすぐに戻ってくるはずだよ。忍はお風呂で、ユカも用事で長くなるって言ってたけどね。よかったら上がって待ってなよ。よろしいのですか？一人で退屈していたところなんだ。エソラの友達が訪ねてくるのは珍しいから興味があるしね。京子、話し声が聞こえてたけど誰かお客さんって。エソラさん、こんばんは。お会いできてよかったです。チャレンジステージの準備が忙しくて挨拶もできていませんでしたけれど、本日ようやく時間ができましたので会いに来ました。相変わらず律儀ね。そんなに気を使わなくていいのに。エソラ、野暮なことを言うもんじゃないよ。レイはエソラに会えるなら理由なんて何でもいいんだから。それは。あら、そういうこと？二人はどういう感じで仲良くなったんだっけ？それは、私が学校の食堂で困っていたのを助けてもらってからですね。すぐに仲良くなれて、ずっと良くしていただいています。それはこっちのセリフよ。会えた時はいつも楽しい気分にしてもらってるんだから。エソラにそこまで言わせるなんてちょっと悔しいな。 D4 フェスではコラボユニットの企画もあるじゃない。もしもレイとエソラが一緒になれたら二人とも気分ぶち上がりかな。それは確かに上がるけど、京子と忍のコンビにはかなわないわよ。それどういう意味で？いろいろな意味で、スキル的にもラブリー的にもかしら。またそうやって私たちのことをからかう。ラブリー的な意味って？レイ、気にしないで。エソラのいつもの冗談だから。エソラ、今みたいに誤解されることもあるからさ。私が言いたいことわかるでしょ？あら、 LINE はわきまえているつもりよ。でも京子さんと忍さんのコンビは本当に素敵ですよね。エソラさんから聞いてもいますが、ステージで見るお姿は常に息がぴったりです。まあね、結構長い付き合いになるし。付き合う時間が長くてもあそこまで息が合う相手ってそうそう見つからないと思うわよ。ライブを見て前々から思ってましたけど、お互いにフォローし合っていますよね。ライブだけじゃないわ。曲作りも普段の生活でもパーフェクトなんだから。いやいや、意見が合わないこともあるじゃん。言い合いは多いけど、それも普段から高め合っているってことでしょ。お互いに妥協しない性格だから、嘘偽りなく自分自身をさらけ出してぶつかるわけだし、それでいて最後には必ず意見が一致して最高を生み出すでしょ。パーフェクトじゃない。そんな間柄なんですね。素晴らしいです。まるで運命の人のようですね。運命って？わお、また熱い表現を。いやいやいや、さすがにそれは言い過ぎだよ。確かに忍と出会った時のインスピレーションは強烈だったけど、運命の人って呼ばれるのはさ。恋人みたいで照れちゃう？こら、エソラ、もう。はあ、すごくいい顔。忍が見たらどんな顔するかしら。ああ、言いたい。でもそれはラインを超えるから言えない。